今47 47か、もう48になった。48になったやん。周りみんなもう結婚してるでしょ。してるね。してない人探す方が難しかったりするでしょ。そうやな。いや私別に結婚イコール幸せとは思えへんけど、うん、男前芸人と言われてる徳井くんが今までモテてきたであろう、あんた選んでたやろずっと。いや俺ほんまに選んでへんで。そのなんか選んでるやろ。いやいやいや、何の嘘やねん。シャウトすなよ、選んでるやろ。っていうのほんま？それな、ずっと選んでんやろとか。そう、 いやそういう人もやはるやん。もっと綺麗な子いるんちゃうか、もっと英語おるんちゃうかとか、うん、俺そんなんで全くないし、うん、毎回別になんか結婚するのかなと思いながら付き合ってるから、うん、思ってんのになんで結婚までに行けへんの。結局相手がどうこうっていうか、もうこっちのタイミングというか、まだ結婚とかはちょっとできへんなってなって、もう向こうがもう無理ってなる。ああもう待たれへんってなんねんや。そう、向こうもほら、向こうも適齢期みたいなのになって、私もよう友達に相談を受けるときあんねん。もう5年6年付き合ってんねんけど結婚なかなかなれへんってなったら、もう別れて他行かんと、その人とおってもだんだん自分が年取ってまうだけやでって。ほんまそう思うで。いいや結婚、ほんまそう思うねん。いやだからもうな、もうする、もうするかせえへんか決めなあかんなと思ってて。ああなるほど。もうせえへんならせえへんって決めてもらったらどんだけ楽やろうと思って。あ、ってことは今ちょっとするって思ってるから今楽じゃないんだ。いや別に全然するつもりはあるよ俺。なんでなん、だから選んでるからまだせえへんやろ。だから選んでるから、なんか選んでる時間ちゃうねん、もう48言うたら。選んでるからちゃうねんって。だからなんでなん、ちっぽけな自由を離されへんねん。あんたちっぽけちゃうやん、すんごい自由やん毎日。そうやで。だってキャンピングカーやなんやってすっごい楽しそうにして、もう散々やってんから、次は自分の自由を全部もうやめて家族に注ぐんやせやろこれ。真っ直ぐな言葉やな、うん、そう思うよ。そういう風に家族にちゃんと時間を使うような生き方をせなあかんと思うねんけど、もう自分の時間自分で全部使いたいねん。多分分かれへんけど、女性の意見、女性やったらですよ、40になったら次付き合う人はもう結婚相手、結婚ってやっぱ頭にあると思うね、うん、男性は40過ぎてから付き合う時に結婚ないの。いやもちろんなくはない。何やろ、結局自由が欲しいの。私それほんまに聞きたいわ。なんでやろう、なんでやろうな、バグってんやろな多分。そういう人として、結婚にはそんなに興味ないけど子供欲しなってきたとか、うん、みんなあるやつ、うんうんうん、子供欲しなってきたと思ったことが一回もないねん。猫飼うてるからやん。猫と子供ちゃうで、ね、みたいなもんか。いや、なんかこう、癒しがあるから。あーでも、これ寂しいとか、うん、癒されたいとかっていう感情がないねんや。なんで満たされてんのかな。いや、なんかな、寂しないねんや。寂しないんだからな。どうしたんやろ、家族持ちたいとかもやっぱり どっか一人でおったら寂しいなとか、やっぱ独身って寂しいなとか思うタイミングの時が来て、うん、あ結婚しようとかさ、うん、きっかけになるやん、うん、俺ほんまに寂しないねん。だからちゃう、一人の時間が楽しいってことね。一人の時間も楽しい、うん、なんか誰かに寄りかかりたいとかないねん俺。そういう人に出会ってるのちゃう。そうなのかな、寄って寄ってるで。まあ一回心底好きになって付き合ってるもん。なんかそんなこと言って、あんたなんて結婚してへんのほんまに思うわ。なんか心底好きになって最終的にお前より自由を取ってんの、何やろそれ。そうやな、いやええねんけど、独身でずっと言ってるおっさんって、うん、これはもうちゃうねんで、うん、ちゃうねんけど、妙な責任感みたいなのがありすぎるんじゃないかと思うね。妙なやで、これは。どういうこと責任感って。なんか結婚したら絶対離婚せんとこうとか、その、はいはいはい、結婚したらちゃんとしなとか思いすぎてるとこがあって、うん、勢いがの一歩が出えへん。逆にね、逆に。あで、例えばこれが多分若い時にわー好きやー結婚しようでドーンってしてしまえばええねんけど、うんうん、変にこう頭でっかちになってって、どん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 変な責任感みたいなのが大きなってって今こうなってるんじゃないかっていう。今田さんとこもやっぱり結婚したらこんな風な夫婦になりたいとか、うん、なんかちょっと思いすぎてってなんか、でも最近ちょっとどんなんでもええかってちょっと思い軽い感じでね、自分が思ってる感じにならへんかったとしてもええかってならへんって思えてきたら、ならへんねん、ならへんならへん、どんな、ごめん、自分の思ってる感じそもそもどんな感じ。いやそんな別になんかすごい素敵な家庭を築いたりとかじゃないねんけど、うん、ただいまって帰ってきた奥さんおって、うん、なんとなくちゃんとせなあかんなとか浮気したあかんのかとか、うん、
そっからな、うん、そっからな。もういいや、さんざん損だからもうええねえ、そんなの。いや、浮気はもう多分絶対するから、俺は。すんの？病気やから、もうこんな治れへんのかな。そもそもがどういう人がタイプなの？タイプっていうか、もうこんなおじさんにタイプもあれもないと思うんだけど。お前な、俺ほんま普通の人がいい。めっちゃ美人とかじゃなくて。美人は必要やろ。そんな俺別になんか美人が好きっていうことでもないな。そんな言うたら今までの彼女かわいそうやな、ブスばっかりと付き合ってみたいな。いや、そうは言うてんやそうは言うてん。お前が言うてんねん、そういうの。俺の中ではすごく素敵やなって思うけど、うん、じゃあその人が世間的に超美人とされているかどうかは俺は関係ないよっていう。違うってことね。そうそう。で、性格はどんな人がいいですとかあるの？明るい人がいいな。ニコニコしてる人がいい。メンタルが安定してて。もうなんならメンタル安定だけでよ、俺も。そんだけでいいの？ほんまな、タイプもクソもなくなってきたな。なんならみんな好き。年齢は何歳から？年齢も別に俺年上の人も付き合ってたことあるし、うん、もう何歳でもええねん、ほんま。年齢もあんま気にしたことないな。じゃあどういう人と恋愛なんの？なんなんやろな。いや、私ほんま思うわ。いや、私ももうそんなん結婚して十何年になるから、うん、あ、もしかしてとかもないやん、うん、でもあるやん、独身の人って言ったら飲み会行ってもこの女性とはこうわーって喋るけどこの子はなんかこうっていう。それはこの子とこの子の違いなんなん？なんやろな。そやね、それ聞きたいね。私今までここね、いろんな方と結婚された方出演してくれたこと多いねんけど、やっぱりね、女性の人は初めて見た時にキラキラキラってしてたり、ビリビリってきたり、みんななんか、あ、この人と私結婚するって一瞬パッと思うねんって。あ、でもそういうなんかビビビみたいなことで言うと匂いかも。匂い？香水？じゃあね、香水でもない。石鹸？石鹸の種類なんか。石鹸、いや、この石鹸のこの匂いっていうわけじゃないねんけど、うん、フェロモン的なことなんだな。そんな人おる？匂いって。俺な、フェロモンの匂い知ってんねん。怖い。わかんねんじゃなくて、知ってんねん。あ、この人出てるやんって。なんか俺な、昔から特定の匂いがあって、あ、この匂いしてる。で、他で、またあの匂いやとか。女性から感じることがあって、うん、結局それってフェロモンなんや。なんかその匂いちょっとだけこう、なんか惹かれんねんや。で、決して別にそれええ匂いかって言われたら、香水みたいなええ匂いじゃないねんけど、うん、割と落ち着く？落ち着くのか、もう興奮するのか。へぇ、その匂いはみんな同じやん。いや、ほんなんだ、次フェロモンの人で聞きやん、もうそのうち鼻もなわるなってくるから、まだ鼻が効くときに。そやな。